2024年11月13日、遠くにこんなスレが立った。不倫しない無能より不倫する有能ムードの背景とは？玉木氏の不倫騒動が、国民民主党の躍進につながるわけ。有能なら不倫しても問題ない？早速スレを見ていこう。先日の衆議院選挙で大きく議席数を伸ばした国民民主党。11日には、玉木雄一郎代表に関する不倫報道が写真週刊誌に掲載、同日に会見を実施し、事実関係を概ね認める、されるなど、いろんな意味でニュースの中心となっています。イメージ低下につながることもある不倫ですが、玉木氏の場合は、ネットを見る限り声援の方が多い状況です。なぜなのでしょうか。国民がそんなことに目くじら立てるほど余裕がなくなってきてるってことでしょ。有能？不倫する無能の間違いだろ。浮気や不倫がバレたことない俺は有能だよな。って流れにしたいらしいけど、次の選挙では半減するでしょうね。玉木の家庭事情と国民は関係ないからな。日本のためになる政策さえやってくれれば玉木の家庭事情なんて国民には関係ないから気にもしないわ。政治家として選ばれてるんだから有益な政策さえやってくれりゃいいんよ。不倫しない有能がいいです。巻き寿司吹き出したわ。野心や活動力は性欲と連動するんだよ。テストステロンで。しないしない、ソースは俺。きっちり仕事するならいい、あとは家庭の問題。宮廷駅弁卒なんてほとんど不倫しない有能だろう。一回でもバレた玉木が特例。宮沢博之は東大卒でも塾講師だったわけで。官僚でハーバード選抜で行ったようなトップレベルエリートが底辺女とバレバレの不倫したのが戦慄。不倫は女の方が悲惨だね。仕事を失い香川から追い出される。香川自体がもともと犯罪人の遊憩地なのにどこ行くってんだ。このぐらいのレベルだと一度や二度じゃ済まないんじゃないの。不倫しない、できない、無能、石破、不倫する有能、玉木。選挙に勝って時の人になってマスコミに大注目される中、選挙賛美後に変装もせずにホテルで愛人と密会して写真撮られてすっぱ抜かれて、聞きたい大作コンサルの台本、流出済み、を読んで頭下げるのは、確かに有能ですな。有能な仕事成し遂げてから不倫しろよ無能が。だな。松下幸之助や田中角栄に愛人が何人いても、不快な感じはしない。どこで起きてるかわからんムーブ、そして起きてるように錯覚させるのは、金と組織力があれば簡単、バカじゃねえの。結局、自分たちのやりたいようにやってるだけじゃないの。玉木が有能扱いされてる昨今の風潮に違和感バリバリなんだが、玉木って国会議員として今までどんな実績あるん？まさか民民の議席数増やしたことを実績扱いしてるわけじゃねえよな。政治家は多少ブラックでも有能がやるべき、クリーンな無能はいらねえ。養老とか森拓とか成田さんが不倫記事書かれたら戦慄だろう。エリートの中でも宮台とこいつが特例なんよ。宮台感はあるな。こう言っちゃなんだが、不倫相手はそこそこ学歴の女子アナくらいのスペックであって欲しかった。じゃあみんな不倫しない石破や岸田や安倍がいいの。そういうことなの。学歴は低いけど、親が東大卒で厳しく育てられて育ちがいい人の方が上になるんだよな。いや別に玉木いなくても、国民民主党あるから大丈夫なんだけど。無能で党の足を引っ張る奴はご退場してもらって一向に構いません。無職のお前に何がわかるんだよ。マジで言ってんのそれ。個人崇拝かよ、きっも。全く崇拝なんてしてねよ。お前みたいなバカが嫌いなだけだわ。自己嫌悪つ。公金で愛人囲って、公金チューチューしてる奴を、かばうとかお前らの倫理観が高すぎて尊敬するわ。別にこいつがいなくても手取りは増えるぞ。こいつ個人に執着する理由がない。なんか証拠あんの？不倫するのは勝手だけど、相手に責任は果たせよ。別れた後は知らぬ存ぜぬで放ったらかしじゃ男を下げるし、女の出方によっては致命傷になるぞ。責任って何？既婚知ってて楽しんでたら共犯だろ。バカじゃねお前。不倫と減税、どっちが重いか考えるまでもないだろ。不倫議員は消えてもらって減税。これで問題ないわけだが。不倫しない有能でいいやん。いるならお前が連れてこいよ。性欲が枯れたやつって意欲もないから結局仕事もできない。性欲は能力として軽視されがちだけど人間にとって重要な要素だよ。性欲しかない無能なんていくらでも巷にいるやん。こいつも含めて。どさくさに有能認定してるわけで。結果まだやろがい。それな。結果出てないのに有能扱いしてるからな。言うだけなら赤派も有能なんだよな。選挙で議席減らしたのに有能？ちょっと遊ぶぐらいいいじゃないか。俺も遊びたい。不倫容認党など世界のどこにもないから、早晩玉木は代表を辞めることになりますよ。不倫してる党所属議員は世界中にたくさんいるから平気。党として不倫容認はありえない。党としてはこれから審議だったはず。イメージで人気取って毒にも薬にもならない政治家にみんなうんざりしてるんだよ。今求められているのは仕事と実績、清廉潔白なんて二の次三の次。英雄色を好む、傑出した男は、決まって女好きである。
いい子の諸君、英雄色を好むというが、ただの女好きが英雄というわけではないからな。むしろこの大事な時に不倫がバレるのは、超絶無能と言える。しかも驚くべきことに3年前とかではなく最近のことだから困る。でもさあ選挙に勝って党首としての予定ドタキャンして、いそいそ不倫相手とデートに行くってやっぱ無能じゃね？オスの生物学的には有能すぎるけどな。不倫が悪という考えが間違ってる。不倫は正義。正技の誤変換か？別に不倫を悪とは思わないけど買い手辞のごとく不倫理なわけで、夫婦間の低層義務違反に当たる不法行為。一生、玉木に言われるで。まず全国の玉木さんにお詫びしないとね。バカじゃねえの。不倫で玉木も国民民主党も崩壊するわ。世間様を舐めてんじゃねえよ。アホずらして。世間も不倫だらけだからそれはない。こんなボケなす首相になって欧米の会合になんて出たら議論の前に、欧米のメディアでボコボコよな。わかってるのかね？こいつをめこ一発しながら、首相になりたいなりたいしてたんだぜ。日本国民の日本政府の海外との交渉を潰すバイクにやつだろうが、トランプは許されてるじゃん。国風が違う。議員になって不倫したらアウトだよ。渡部も、それなりに有能だったと思うが。新婚くせに多目的トイレで売春とか不倫とかいう次元じゃねえから。しかも嫁があれなのにっていうね。まあ、そら嫌われるで。自分が好きな人が不倫したら許す。自分が嫌いな人が不倫したら絶対に許さない。全然公平じゃないよな。もう不倫してもセーフっていう共通認識を持つべきかもな。そういう比較言い出しちゃうのは危険なんだよな。行き着く先は不正しててもばらまきしてくれればオッケーみたいな。その通り、別に許す必要もないんだが、だからってことさら叩く理由もないってだけと個人的には思う。それぞれがお気持ちレベルでご判断すればよい。妻を裏切る男だもん信用ならない。お前もいい年して無職で親裏切ってんだろ。厳しいな。自民党課財務省が仕掛けた性接待スキャンダル、仮にそうだとしても、こんな初歩的で誰もが知ってる古典的な罠に簡単な引っかかるような政治家に政治を任せたくないです。公務員である警察官の不倫に関しては懲戒処分が執行されてる。政治側が常勤公務員への服務規律違反に対しての処分強化を求めたから。議員である以上、法律以前に自身で議員辞職という処分を課すのが本当だ。面倒くさいやつだな。そんなことより減税だろ。あとは奥さんと香川人に任せろよ。面倒くさいことしてるのは、下野させるべき自民党公明党政権を延命させた玉木の方だな。円安インフレ物価高で庶民は生活困窮してるのに、国民の玉木はあり余った金で不倫だってよ。議員辞職もせず続投？辞職しないなら来月12月の冬のボーナスは全額国庫へ返しなさい。有能が不倫するやつしかいないってことを恥に思わないのかな。そりゃ有能はコミュニケーション力高いし人から好かれるやつ多いからしゃあないよね。そもそもの話としては、今年の年末11月12月に働き控えでうんぬんって言ってたけど、もはや今年の年末にそれが実現することは無理に等しいだろうね。その時点で、公約は守られてないわけだよ。信者はもう少し冷静になれ。努力をしなくて諦めたのと、努力派しているけどできなかったことの、違いすらわからんの？トランプはポ、の女優と浮気してても、大統領選圧勝。日本も米国並みの政策本位の政治先進国になるべき。不倫ごときで政治家の出処進退は決まらない。まあ下世話なしょうもないネタをいつまでもネチネチと突っつくのはジャパンハンドラーさせられてる韓国朝鮮人だけだからな。この程度で騒ぐ女がいるとなるとこれは、一言で言うならただ単に政治に対して幼稚。日本国民は 3S 政策でのんぽりが多いことで知られてるが、政治に向き合う姿勢が稚拙。幼いね。お前さ、39で嫁と別れてくれなきゃ、もう刺される覚悟は必要やろ？棚橋博士見てみ。メリット、デメリット比較した上でってことでしょ。それだけ今の政治家や財務省やマスコミに嫌気がさしているってことだよね。これで何の責任も取らなくていいという前例ができて得するの誰かな？そういう観点でメリット、デメリット考えないとね。その有能無能を誰が公平に判断するんだ？って話になるよね。なんか今のところは与党は無能、野党は有能って判定してる気がするんだけど、野党は理想論で批判してるから有能に見えるってこと？でもやらせてみたらダメだった実例もあったよね。減税できれば有能、できなければ無能。これだと公約破っても責任取りそうにないな。政治家の浮気ごときを気にする人間は、政治を見る目が稚拙なのだ。政治家の評価は政策で決まる。政治資金を使って浮気してても？目的外使用は問題だが、どこの情報なんだ？本人情報。昨日の記者会見見た？政治資金は使ってないと言いつつ、地元に戻るたびに自宅ではなく市内のホテルに泊まるのはなぜ？と聞かれ、自宅は郊外なので浴場の高松市内の、仕事のためにホテルに泊まると答えていた。つまりホテル代は政治資金だよね。仕事だから当然。そして不倫相手を連れ込んだことも否定してない。ってことは、
あれだけネガキャンされてもトランプは圧倒的にハリスに勝った。日本国民は 3S 政策により政治を見る目が恐ろしく未熟である。他の国は政治家の評価を浮気などで下げたりしない。下がるよ。下がらない国もあるけど、そういう国は金に厳しい。アメリカの場合金も女もどっちも現職中にやると終わりだよ。米国でトランプは浮気で有罪中だったんだが。そら認めてないから、認めたら終わり。もう有罪確定したよ。人を一面的にしか見られないと、大きな長所があるのに、その人から活躍の場を奪ってしまうことになりかねない。また、人を一面的にしか見られないのは、そのまま自分自身を一面的にしか見られないことにもつながる。些細な欠点のために萎縮した人生を送ったりするのも、人を複眼的に見られないからだ。妻しか知らない無能よりも、3人も4人も囲える解消のある男でないと。実際女に弱いのは致命的だろ。欠点がでかすぎる。男に弱い女性議員はいいのか。男に弱い？もし不倫したならあかんだろ。減税なら恒久的な財源が必要になるからね。ならねえよカス。財源論なんてもう破壊されてるんだよ。国が国債すらいいんだよカス。わかったか？クソカス。証拠は？さっさと死ね読む価値底辺。国債が万能なら国債だけで予算組んでる国があるはずだろ。ないなら万能ではないってこった。税収だけで予算を組んでる国教えてくれ。バラ負け、財源は国債、バカでも言える。実際それでバカを釣って当選してるんだから大したもんだよ。俺たちの減税を叩くならニート給付金を俺は叩く。今回は3万ポッチだ、ニート2派それでも大金だろ、税になるまで叩くからな。お前は何を言ってんだ？減税と不倫は関係ないだろうが、不倫は不倫で叩くのは当たり前のこと、政治家がこんなだらしないことしてたらハニトラとかすぐに引っかかって日本がダメになる。減税は減税でやってもらえばいいし。別に玉木だけが減税と言ってるわけでもないだろうが、国民民主党にやってもらえばいいだけで、それは玉木がいなくてもできることよ。ニートは黙ってろ。3万円ぽっちな。次は1万カレーだ。アンジャッシュの渡部は、あんな叩かれてるのに、なんでこっちの親父は、擁護派が多いんだ。国会のトイレでちょめちょめとかなら、叩かれるのかな。渡部が叩かれている理由にはレイヤーが2つあって、1つが不倫、もう1つが不倫した場所が多目的トイレだったことで、渡部のキー局復帰がなかなかできないのは多目的トイレの方だから。多目的は、アウトなのか、よくわからないけど。じゃあ、不倫しない有能でいいやん。全部無能で少数だけ有能なんやで、使える有能って他に誰がいるの？愛人が自殺未遂でもしでかしたら風向きが変わるよ。不倫って男も女も悪いからな。その結果自殺しても自業自得なので、片方が死んだところで、もう片方を責めるのはおかしい。単に自分のせい。性欲は力なり。政治家。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。